今日召集された臨時国会で菅総理大臣が初めての所信表明演説に臨み、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすると打ち出しました。我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指すことをここに宣言いたします。菅総理は積極的に温暖化対策を行うことが産業構造や経済社会の変革をもたらし大きな成長につながるという発想の転換が必要だと述べて、エネルギー政策の改革を進めると強調しました。また自身が掲げる規制改革の推進を改めて訴えました。行政の縦割り、既得権益、そして悪しき前例主義を打破し、規制改革を全力で進めます。国民のために働く内閣として改革を実現し、新しい時代を作り上げてまいります。このほか不妊治療の保険適用の早期実現に向けた決意を表明したほか、携帯電話料金の引き下げなど結果を出して成果を実感いただきたいと述べました。あさってからは代表質問が始まり、野党側は日本学術会議の問題などを追及する方針です。